ジョゼフ・アンドリュー・バートは、アメリカ合衆国ジョージア州、ビュフォード出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。2015年の MLB ドラフト27巡目で、タンパベイレーズから指名されたが、契約せずに、ジョージア工科大学へ進学した。初年度の2016年は43試合に、出場して打率。299。 1>, 1本類三31打点を記録した。2年目の2017年は44試合に出場して打率。296、13本類四43打点、4盗塁を記録した。3年目の2018年は57試合に出場して打率。359、16本類三38打点、3盗塁を記録し、大学野球最高の保守に送られる。 ジョニー・ベンチ賞を受賞した。6月の MLB ドラフトでは、1巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名され、18日に契約を結んだ。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプロデビュー。A-9、セイ,イコールカイザー・ボルケーの図でもプレイし、2球団合計で51試合に出場して打率。294、13本塁打、40打点。 に投類を記録した。2019年は、AA サンロゼジャイアンツと AA、Q、リッチモンド、フライングスクールレルズでプレイし、2球団合計で79試合に出場して打率、278、16本塁打、48打点、5投類を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームのナショナルリーグ選抜に、選出された。2020年8月20日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のロサンゼルス・エンゼルス戦にて6番捕手で先発出場してメジャーデビュー。この年はメジャーで33試合に出場して打率 233?7 打点を記録した。卓越したスイングスピードを備えメジャーでも長打力を発揮できる可能性が高いと言われている。大学の先輩であるジェイソン・バリテックのような リーダーシップも高評価を受ける。ありがとうございます。